されれば、それに伴う憎しみが生まれ。話は戦争の後だ。じゃな。いつまでも俺を舐めてんじゃねえぞ。どの道相手を倒せば敵からの憎しみを受ける。本気でそう思って戦死者も多く出ているはずだ。その分憎しみもな。お前は本当に皆の憎しみを消し受け止めることができるのか。そもそもだ、お前のそばにいたサスケはずっと憎しみに囚われていた。だがそのサスケも。で、話は終わりか。なんだと。自分が決めたことに疑問持ったら終わりだ。サスケは何とかしてみせるし、戦争だってなあ。キュービー、いつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりたいと思ってる。お前はバカか。わしはキュービーだぞ。チンチクリンに同行されるほど、あのチンチクリンが随分と盾つくようになったじゃねえか。わしは憎しみの塊だ。なあ、オッケーだ。俺はチンチクリンじゃねえし、そっちの方がやりがいが。俺を散々苦しめたお前だけど、憎しみに振り回されるのがいい気がしねえってのは。じゃあな。うん、えら。お前らの大切な美獣はこいつらでいただく。やばいぞ、どう見ても。そのくせヘロヘロじゃねえか。そう、今回はお前の戦いをもう少し見てみたくなっただけだ。そもそもこの檻のせいでチャクラをやれたのはスズメの涙ほどだろう。力を貸してほしければそうしてやらんこともないぞ、ナルト。あ、その目つきは直んなくても、まずそういうとこ直していかねえから。いつまで立ってま。あれはマダラよりお前の方がマシだと思ってそうしただけだ。また綱引きやってもいいんだぞ。一緒に行くぜ。お互いすでに2万する同士。おい、ナルト、お前まさかキュービと。認めてねえんだ。優秀な生徒だ。努力家で一途渦巻きナルトだ。おめえはこの葉隠れの俺とコンビの。今はもう化けりつめじゃねえ。クラマだ。さあ行こうぜ。へい、ナルト、お前まさか。これはまずすぎるぞ。はい、下手に動くな。これだけの数、動力だけじゃ無理だ。左目の構えで飛ばす。先生、至近距離で。分かってる、手前は。全て弾いたらと。ナルトだわ。ならば、ナルト、ついにやったのか、美獣か。なんだこれは。これほどとは、殺すつもりでちょうどいいということか。これじゃまるで怪獣送信劇だな。異獣だ。
こいつらみんなを解放して、そんで全員